全国のサッカーファンの皆様、こんばんは。そろそろ春の目覚めが近いようです。 J リーグとはまた違った魅力を持ちますスプリングトーナメント2回戦、シエロ対グランパス、注目の一戦です。実況は私、安塚博史、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。暗闇の中にポツンとこのスタジアムだけが光を放っています。前半開始直後、シエル無難な立ち上がりを見せています。杉下ゴールに迫ります。あーっと止められました。いいとこまで上がったんですが、手元の時計で10分になろうというところ、シエルここからどういった展開を見せるのでしょうか。これは予想外の展開だ。クロスボールを上げるチャンス、高さは十分だ。決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは片桐、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。文句のつけようがないセンタリングでしたね。あとは合わせるだけというクロスでしたからね。手元の時計で30分も回ったところです。シエル徐々に相手ピッチの奇跡、ゴールに迫ります。シエル絶好のチャンスを潰しました。前半45分が終了、1対0、シエル1点のリード。前半いかがでしょうか、水沼さん。この調子だとこの後一波乱ありそうですね。後半キックオフです。後半1分、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。片桐、ここからチャンスになるか。ピッチの奇跡、ヒールパス、右サイド上がってます。頭で合わせた、キーパー危なげないキャッチ。手元の時計で10分が経過しています。シエル守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。立花、左へ、右にパスが出ます。すごいパスが通った、打った、入った、ゴール。後半10分を回ったところです。ピッチの奇跡、きっちりと決めてゴールイン。シエル1点をもぎ取りました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ピッチの奇跡、無難に決めました。いい感じじゃないですか。最後の詰めがうまくいってますね。手元の時計で25分が経過しています。ボールはグランパス、シエル、どう出るか。バウド、右から行くのでしょうか。ゴール前に切り込んだ、ディフェンス陣もほっと一息といった感じ。手元の時計で30分になろうというところ、
西へ。さあここからどう攻め上がるのでしょうか。杉下、巧みなボールさばき、ゴール前綺麗に上げた、入ったー、ゴール。後半28分、シエロ1点をもぎ取りました。杉下きっちりと決めてゴールイン。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。杉下、絶妙なパスからゴールを決めました。この一つ前のプレーで決まってましたよね。いいパス出しましたよ。もうこのパスで決まりましたね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り3対0、支援大量得点でこのゲーム制しています。水沼さん、最後に一言お願いします。トーナメントは波に乗るとどんどん行きますよ。放送席、解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。ご覧の皆さん、こんにちは。あいにくの雨となっています。 J リーグ19クラブ対抗のスプリングトーナメント、思わぬ番狂わせもこの大会の魅力でしょう。さあトーナメント戦準々決勝、シエン、これからが本当の勝負となります。対するはエスタ、注目の一戦です。実況担当は安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半5分が経過しています。シエロ、さあ守りきれるか。飯島、逆をつかボールが切れていきます。前半11分、シエロ、さあここからリズムに乗っていきたい。
無難につないでいきます。リコ綺麗に抜きました。リコさてどうしますか。スライディングタックル、西田は大きくクリア。前半22分、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。これはよく見てましたね。なんとセンタリングのチャンスだ。川本決まった。シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは川本。芸術的なシュートを見せてくれました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。いいクロスにいいシュート、これは見てて楽しいですね。綺麗に合ってますね。前半34分、ボールはエスパルス、シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。さてどうしますか。巧みなボールさばき、強烈なスライディング、ゴール直前でなんとか阻止しました。ここで前半戦が終了。1対0、シエロ1点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。チームの調子から言ってまだまだ安心できませんね。手元の時計で30分を回ったところです。エスパルス、システムを4-5-1に変更してきました。ワントップが体で止めに行った。ここでカウンター。徐々に詰めていきます。右へ慎重に運んでいきます。左に叩きます。打てるか。後半31分、決めたのは大木、落ち着いて決めました。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。大木無難に決めました。いい形でゴールに持ち込んでますね。いいところに蹴ってますよ。後半も残すところあと5分。シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。ファール覚悟か。ここでカウンター。こうだ、左サイド待っています。杉下、ゴール前チャンスだ。絶好のチャンス、決まった。シエロファインゴール。手元の時計であと5分。片桐、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。片桐、絶妙なパスからゴールを決めました。この一つ前のプレーで決まってましたよね。いいパス出しましたよ。もうこのパスで決まりましたね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り3対0、シエル大量得点でこのゲーム制しています。シエルベスト4進出しましたね。ここまで来たら十分なんてことは思わないでね、優勝を目指して頑張ってもらいたいですね。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。
ご機嫌いかがでしょうか。鳥のさえずる声が聞こえてまいります。そろそろ春の目覚めが近いようです。 J リーグ19クラブ対抗のスプリングトーナメント、思わぬ番狂わせもこの大会の魅力でしょう。シエン、今の調子を大事にしたいところです。準決勝ではもっと楽な展開にしたいでしょう。準決勝、シエロ対ベルマール、注目の一戦です。実況はいつものように安中博士、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、ツンの火蓋が切って落とされました。絶好のサッカー日和に恵まれました。緑の芝が太陽の光で鮮やかに照らし出されています。シエン、無難な立ち、シエン、相手ディフェンスを破れない。前半10分になろうというところ、ボールはシエロ、ここは監督の声に応えたい。打った、あーっとまだチャンスは続いている。蹴った、決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制、シエロ決めたのは大きい。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。大きい、無難に決めました。いい形でゴールに持ち込んでますね。いいところに蹴ってますよ。前半20分を回ったところです。あーっと止められました。いけると思ったのですが、ピッチの奇跡。つなぎながら様子を見ます。杉下、右サイドフリーです。川本、
オープンスペースを探します。川本、誰に合わせるか。あーっと、ここで笛。どうやらキッカーは川本。高いボールがいった。ゴールゴールゴール。手元の時計で20分を回ったところで、チーム1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。フリーキックのチャンス、見事にものにしました。うまく押し込みましたね。まあやはりね、きちっと打てばこういう得点が生まれるんですね。手元の時計であと5分。シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。どうする。前半残りあと5分。ピッチの奇跡、きっちりと決めてゴールイン。シエロ、1点をもぎ取りました。 VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ピッチの奇跡、これは嬉しいでしょう。いいシュートでしたね。これは自信になると思いますよ。いいプレーですね。ここで前半戦が終了。3対0、シエロ3点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。よっぽどのことがない限り大丈夫じゃないですかね。45分、今始まりました。後半開始直後、ベルバーレ、システムを 4-4-2 に変更してきました。やはり気温に戻ったというところでしょうかね。巧みなボールさばき、絶好のチャンス。開始直後、シエロ、1点をもぎ取りました。ピッチの奇跡、きっちりと決めてゴールイン。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。ピッチの奇跡、ゴール前、うまくパスに合わせて得点です。もうこのパスで決まりましたね。こういうのキラーパスって言うんですよね。ここ以外にはないというところを狙ってましたね。後半20分を回ったところです。あーっと、インターセプト、ボールを取られます。リコ、左に出します。ディフェンスの様子を伺っております。ベルマーレ、ディフェンダー合わせて戻ります。どうする。川本、フリーだ。入った。ファインゴール。手元の時計で20分を回ったところです。シエロ、チャンスを逃しませんでした。決めたのは川本。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、これは嬉しいでしょう。いいシュートでしたね。これは自信になると思いますよ。いいプレーですね。後半25分になろうというところ、シエロ、ここはきっちり守って、次のチャンスに高い。センタリングのチャンスだ。キーパー飛び出して、これをキャッチ。後半30分になろうというところ、シエロ、少し攻めあぐねている様子。無難につないでいきます。落ち着いてボールをキープしています。8番、スライディングをかわした。完璧なタイミングです。まずは様子を伺うといった雰囲気。巧みなボールさばき、強烈なスライディング。シエロ、絶好のチャンスを潰しました。ここで主審のホイッスル。
試合終了です。ご覧いただいた通り5対0シエル決勝進出を決めました。シエルとうとう決勝進出ですが、あと1勝で優勝ですからね、頑張ってほしいですね。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。全国のサッカーファンの皆様、こんばんは。ようやく冬も終わりに近づいたようです。 J リーグ19クラブ対抗のスプリングトーナメント決勝、いよいよトーナメント戦決勝、シエロ対ヴェルディ、あの優勝カップを手にすることができるでしょうか。シエロ、実況は私安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この火蓋が切って落とされました。シエロ絶対にゴール、決まった。シエロ先制ゴール。前半開始直後、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。このゴールにはディフェンダー唖然としています。いや、力で持っていきましたね。さすがにここまで来ると無茶苦茶って感じですね。手元の時計で30分になろうというところ。シエロ勢いがあります。川本、クロスボールを上げるチャンス、落ち着いてあげた。クロスバーを越えてしまいました。手元の時計で35分になろうというところ。ボールはヴェルディ、シエロどう出るか。オープンスペースを伺います。左の方を上がってきます。左サイド上がってます。シュートチャンス、打った。足で止めた。
ここで前半戦が終了。1対0、シエン1点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか？安心できる得点差じゃないですよね。試合再開です。後半5分になろうというところ。シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。ファール覚悟か。ここでカウンター。右へ川本、徐々に詰めていきます。そのままゴール前まで走り込む。まだボールは生きている。入ったー。エクセレントゴール。後半5分になろうというところ。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。立花、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。後半5分を回ったところです。ボールはヴェルディ、シエン、どう出るか。サイドの薄さが気になりますね。左サイド上がってます。絶好のチャンス。決まった。決まりました。ゴール。後半6分、ベルディ、チャンスを逃しませんでした。決めたのはジル。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。最後に決めたのはジル。これはキーパーの責任ではないですね。ここはシュート褒めるしかないですね。手元の時計で15分になろうというところ。シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。そうきますか。蹴った。林、打った。前園、これは外れました。シュートは右へ切れました。後半終了間際、シエロ少し攻めあぐねている様子。後半ロスタイム、ピッチの奇跡、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。このゴールにはディフェンダー唖然としています。まあお金の取れるパスでしょうね。この辺のうまさ、センスは天下一品ですね。ここで試合終了。ご覧ください、各選手宙を舞うような喜びようです。シエロスプリングトーナメント優勝です。選手もサポーターも優勝気分で大いに盛り上がっています。シーズンオフの調整がうまくいっていたようです。今年の公式戦期待できそうです。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう。さようなら。